ども、大島康之と申します。映画やドラマの考察やレビューをやっているチャンネルでございますけれども、2023年夏ドラマ、各局がですね、こぞって考察ドラマのような、ミステリー作品をどんどん出していますけれども、テレビ東京の考察ドラマをご存知でしょうか。こちらですね、ブラックポストマンというドラマなんですけれども、僕はですね、現時点で第5話まで放送されていまして、ちゃんとですね、毎週キャッチアップしているんですけれども、僕の中でね、全体像考察みたいなのが一応出来上がっているんですけれども、いかんせんね、考察動画とか、考察ブログとかがあんまり出回っていなくてですね、考察をすり合わせる相手があんまりいないので、ぜひともですね皆さんに追いついていただいて、私の考察が成立しているかどうかを見ていただきたいという気持ちで紹介させてください。今回の動画はですね、このブラックポストマン見ていない方のためにおすすめポイントをサクッとですね何点か説明した後にですね、私の考察をちょろっと、出すという形でお送りしたいんですけれども、なんとですね第5話まで放送されているんですが、毎週金曜夜8時の放送なんですけれども、なんとねあと2話で完結してしまうんですよね。なので駆け込むなら今が最後のチャンスというところなので、ぜひともですね皆さんに追いついていただきたいという気持ちでございます。このチャンネルをねご覧になっている方は基本的に Unext 入っている人結構多いんじゃないかなと思いますので、 Unext すでに会員の方はプラスアルファのお金かからずにですね無料で見放題で見ることができますので、ぜひともお願いします。そして第1話がなんと YouTube で無料公開されています。テレ東の公式チャンネルで第1話がですね、1時間半2時間の放送だったんですけれども、 CM 抜いて1時間半の放送がですね丸々見れますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、 YouTube で第1話をとりあえず見ていただいて、どんなテンションのドラマかというのをですねとりあえず、見ていただきたいなというふうに思います。あらすじはですね、かつて大人に苦しめられている子供のために生まれた郵便ポストがあった。それは投函すればネバーランドの悪魔が悪い大人を懲らしめてくれるという不思議なポスト。だが悪魔はある事件をきっかけに突然消えてしまった。あれから10年、ホスピスで働く元郵便配達員の添島力也かっこ田中圭さんは不思議な手紙を手にする。そこにはネバーランドの悪魔は終わっていないと。それを機に地元で復職することになる。力也が郵便局に戻った理由とは一体。そんな折ネバーランドの悪魔に絡む新たな展開が、河川敷で発見された、薬師隊の口からネバーランドの悪魔最降臨と書かれた紙片が見つかったのだ。10年経って今誰がなぜ、そして力也は街で起こるネバーランドの悪魔連続殺人事件に巻き込まれていくという、これホームページのイントロダクションなんですけれども、要するにですね、もともと添島力也というですね田中圭さんと新さんというですね小泉孝太郎さんが演じている先輩、この二人のね郵便局員ポストマンがですね、まあいわゆるブラックポストマンというタイトルの意味なんですけれども、この二人がね、まあ義賊のようなことをやっていたんですよね。この二人がもともと子供たちを苦しめる大人を成敗するみたいなね活動をですねやっていたダークヒーローだったんですけれども、そのシーンはほとんど描かれません。それが終わって10年というところから物語が始まるんですけれども、なぜそれが終わったかというと、このシンさん、水野シン、小泉孝太郎さんがですね、10年前に殺人罪で逮捕されてしまったことにより、2人のですねネバーランドの悪魔の活動は幕を閉じている。そして10年間田中圭さんは平穏な人生を送っているというところから始まるんですが、この手紙がですね再び送り届けられるようになったという話からですね、この町に再び郵便局にですね呼び戻されるというところから物語が始まり、要はですね警察から見ると田中圭さん、力也がですねこの町に戻ってくると同時にネバーランドの悪魔と名乗る者の犯行が再び始まったというように見えるわけですよね。なので彼は犯人として疑われていくという流れなんですけれども、これ完全オリジナルストーリーなので、後々の展開が一切わからない。これがですねまず1個目のおすすめポイントでございます。そして2つ目のおすすめポイントは、なんとですね考察ドラマ好きにはたまらないキャスティングというところですね。てか考察ドラマ好きにというよりかは、このチャンネルを見ている方にはおなじみの方しか出てないみたいな、感じのですねこのチャンネル向けに作られたドラマなんじゃないかというぐらいですね、非常に見覚えのある人がたくさん出ていますね。もちろん田中圭さんはですねあなたの番です。でも、非常にお世話になりました。このチャンネルを始めたばかりの頃にですね、めちゃくちゃお世話になりました。そして、アンノウンというドラマでもね、巻き込まれ型考察主人公をやっていました。ということで言うとですね、今回も同じような巻き込まれ型考察主人公なんだけれども、本人にも10年前の落ち度というか、後ろめたい部分があるというのがですね、割とあなたの番ですアンノウンとちょっと違うところかなとも思っております。そして志田未来さんめっちゃ可愛い、めっちゃ演技の見せ場がいっぱいありますという感じですけれども、このチャンネルとはあんま関係ないですね。そしてなんとですね、まさな牧蔵さん、この方はですね真犯人フラグの上司の役でしたね。この方がですね郵便局の局長の役で出ております。そして
金沢美穂さん、この方覚えてらっしゃいますでしょうか。真意でございますね。この人は10年前の事件に関して、調べている記者の役ですね。ちょっとね雰囲気変わりましたけれども、非常にあなたの番ですの時にお世話になりました。そしてですね、佐向よしさん、この人は医者の役ですけれども、最愛の時のですね、悪い奴のお父さんをやっていた人でございます。まあめちゃくちゃですね、いろんなドラマに出てる方ばかりなので、考察ドラマの人という人では別にみんなないと思うんですけれども、偶然なのかわざとなのかちょっと絶妙にわからないというぐらいの感じなんですけれども、いかんせんねこのチャンネルでしっかり扱って、アクセスをいただいた作品に出てる人がちょっと多すぎるなというところがですね、ぜひとも紹介したかった理由でございます。そして3つ目のおすすめポイントとしてはですね、考察ドラマとしてははっきり言って激ムズだというところですね。展開がですね超高速展開なんですよね。第1話 YouTube 見ていただければわかると思うんですけれども、大体こんなことが起こるかなみたいなことはみんなある程度予想が立つようにですね、ワクワクするように作られているんですけれども、その思ったことがですね、大体ね3話と4話と5話で1個ずつね前倒しで起こります。なのであと2話残ってるけどどうすんのっていう状態で僕は今放り出されてる状態なんですよね。なので、まあ、考察ドラマしかも1話完結型っぽい雰囲気が第1話第2話ではちょっと出てくるんですけど、じゃないっていうね、そこを裏切ってくるっていうところがね、安心させてくれないのがめっちゃ面白いです。例えばですね、しなびらいさんが何か隠してるんじゃないかみたいなね、ことは、まあ、第1話の時点で結構思うわけですけれども、この草薙桃という名前の人物が何を隠してるのか、まあ、これがね、明らかになるわけですね。これも結構早いですね。なのかなとは思っていたんですけれども、うわ、まさかそうだとはっていうことが起こりましたね。そして、まあ、第1話の時点で出てきてる人が何かしらまあ黒幕に近い、もしくは実行犯なんだろうと思うのがミステリードラマ、考察ドラマの定石だと思うんですけれども、この人やばいよなと思っていた人が、まあ、実行犯みたいなことはやっていたんだけれども、その裏にもう一人黒幕がいるんじゃないかということが、わかりますね。こっからネタバレをします。ちょっとネタバレをしないとさすがに喋れなくなるのでネタバレをしますけれども、加納直樹というですねお医者さん、がですね、明らかに第1話からちょっと怪しかったなと思っていたんですけれども、安楽死至上主義みたいなね、人物だったことがわかりまして、現在起こっていた、ネバーランドの悪魔が復活してからという、事件を起こしていたのがこの人だったということがね、まあ、わかるんですけれども、これが7話でわかると思ってたんですけどって思ってる人結構多いんじゃないでしょうか。なのでこの人がめくれてからあと2話残ってるっていうのが、ちょっとですねすごいなと思う構造でございます。そしてなんといってもですね、5話のクリフハンガーは何だったかというと、もっとすごいネタバレしますよ。絶対ね、本編見てない方は見ないでくださいね。小泉孝太郎さんが演じている水野真というですね、田中圭さんの、副島力也の兄貴分のキャラクターがですね、死んだことになっていたわけです。10年前に捕まりまして、2年前に獄中で死んだということが、ドラマ内では繰り返し強調されていたんですけれども、なんと5話のラストに、市長とズブズブの清掃会社の車の中から降りてきた、生きていたということが分かりましたね。でこれは加納医師がですね結構直前に、彼を救済した、つまり彼の言葉の中では殺したという意味なんですけれども、っていう証言と矛盾するんですよね。なのでここは一枚岩じゃないということで、結構混乱します。実は新さん生きてるんじゃないかって思ってる人は結構いたと思うんですけれども、それが5話で明らかになるの、残り2話残してっていう、これがですね割とね考察ドラマとしては超速展開で、オチだと思っていたことが先に起こるというのが非常にですね面白い、そして考察勢泣かせというところかなと思います。そしてですね最後に僕なりの、まあ、全体像考察みたいなことをしたいと思うんですけれども、まずですね注目する人物はこの正名牧蔵さんですね。江口さんという郵便局長なんですけれども、彼が、まず副島力也、田中圭さんを郵便局に呼び戻したっていうところが、まあ結構怪しいわけですよね。なのでこれ僕のちょっとね大胆考察になるんですけれども、一個一個のこの10年後現在に起こっている事件というのは全て田中圭さん、副島力也に罪を濡れ衣を着せるための事件なんじゃないかっていうことですね。事件起こるべくして必要があって起こる事件、まあ第1話目の交通事故とか起こっちゃってることなんですけれども、それ以外のですねちゃんとネバーランドの悪魔という、名札付きで起こっている事件というのは全部副島力也に罪を着せるという目的のもとにそもそも犯行自体が仕組まれてるんじゃないかっていうことですね。加納医師にも誰かが指示してるっていうことは明らかになっていますので、っていうことは郵便局に呼び戻した、
この江口さん局長もですね、ある程度いろんなことは知ってるんじゃないかっていうことですね。これは僕なりには結構ね、的を射てるんじゃないかなと思う部分です。そしてその全体像の計画っていうのが、まあ誰によって行われているかっていうと、もちろん杉本哲太さんが演じている市長によって起こっているわけだと思うんですね。この人はですね、まあ政令指定都市に、したいというためにですね、過剰な異常な浄化作戦みたいなことをやっているようなんですけれども、金沢美穂さんが演じている新井ちゃんじゃないや。記者さんがですね、この街綺麗になりすぎてるっていう風に言うんですね。浄化作戦がちょっと異常なスピードで進んでるんじゃないかっていうことですね。その陰でしかしですね、まあ街は乱れまくってるわけですよね。もうゴッサムシティみたいな、無法地帯にある種なってるわけですよね。安楽死大好きドクターと臓器売買大好きドクターが、暗躍してたりするわけですから、まあめちゃくちゃな世界なわけです。それを綺麗に見せかけるために浄化してるふりをしようとしてるのが、この、佐伯という杉本哲太さんが演じてる市長なわけです。ですよね。だからこの人がですね、ネバーランドの悪魔が2人組でした、でその2人目も捕まりましたっていうことを宣伝して、これによってこの街の治安っていうのは完全に復活しましたみたいなことを言うですね、宣伝のためにですね、田中圭さんを、添島力也をですね、スケープゴートにして捕まえるというパフォーマンスをするために呼び戻されてるんじゃないかという気がするんですよね。うん、なんかそのぐらい大きなことのような気がするんですよね。でなぜ新さん小泉孝太郎さんはいたかというと、半分その市長側の権力に取り込まれていて、まあ、死んだっていうところの説明はまだついてないんですけれども、田中圭さんをおびき寄せるための餌としてですね、田中圭さんの前に現れたんじゃないか、力也の前に新さんが現れたんじゃないかっていうことですね。前に現れて、例えばその、ネバーランドの悪魔というふうに2人でやっていた、チームワークでやっていた事業っていうのが、これが死の公認で、死のバックアップで、悪い親をですね、成敗することができるようになったみたいな、ことをシンさんが、リキアに言ってですね、二人でやっていこうぜみたいな、もう一回やっていこうぜ、実は、まあ、こういう都合があって死んだことになってるんだけれども、俺は今ですね、死にバックアップしてもらってネバーランドの悪魔活動を復活させようと思ってるんだみたいな、ことを、リキアに言うという流れがあるんじゃないかなと。で、リキアが、犯行を犯すと、トカゲの尻尾切りのように、だってシンってもう死んでるじゃん、みたいな。で、シンさんは連絡が取れなくなって、リキアが、実行犯だということになるんじゃないかというですね。まあ、これも結構大胆予想かなとは思います。で、まあ、これ僕の考察はね、結構ね、中心人物以外みんな悪いみたいなことになってしまうんですけれども、もう一人悪い人物がいるんじゃないかなというふうに思いまして、高橋みやり淳さんが演じている、祖父江ひなたという人物、警察官ですね、の後輩にあたる、長屋祐介かな、長谷祐介かなというやつがですね、怪しいんじゃないかなと思うんですよね。で、これは完全にメタ考察になるんですけれども、この人は高橋メアリジュンさんが演じてる刑事だけでいいはずのポジションのところに二人目としているっていうのがちょっと怪しいのと、高橋メアリジュンさんが演じる祖父江より先に現場にいることが多いっていうところから、犯行の実行犯は可能意思じゃない場合はこの人なんじゃないかなとかね、そういうところもあるような気がしています。第1話で出てきてるっていうところと、役的にね、今のところ必要があるわけじゃないっていうところがかなり気になっているんですけれども、そういうですね、なんかビッグプロジェクトに巻き込まれていく、そもそもリキアという人物をはめて街が浄化できましたというパフォーマンスにするためにこのドラマが動き始めているんじゃないかという話ですね。つまり、リキアはもう専守防衛、自分を守ることしかできないという話だと思うんですけれども、最終的にはですね、全てを明かして、勝って、最終的にはですね、このリキアとモモ、田中圭さんと志田未来さんがタッグを組んでですね、新たなネバーランドの悪魔として、ネバーランドの悪魔っていうのは二人でやる、プロジェクトだっていうふうにもともとなってますからね、っていうオチなんじゃないかなとか、最終回の予想を立てておこうかなと思っております。そのぐらいのね、ことを考えないとですね、超速展開すぎてですね、考察が、次にはもう追いつかれてしまうということになりそうなので、第6話に向けてとりあえず、この説を出しておこうかなと思いました。皆さんもぜひ追いついて私の考察が成立しているかどうかコメント欄で教えていただけると嬉しいです。以上、大島康之でございました。